はい、どうも、ちゃーくまとです。今日もね、また動画撮影していこうと思うんですけど、今日は10月8日の火曜日ということでね、また撮影していきたいなと思います。で、今日は何の話をするかというとね、僕の YouTube についてお話をしたいんですけど、僕の最近のね、長編の動画ですね、いわゆるこういうタイプの動画なんですけど、の再生数が以前と比べるとかなり伸びるようになってきてるんですね。っていうのもまあ、僕の動画で前までで言うと結構平均が1000回超えたらまあいいところ、っていう感じでね、ずっとやってきたんですけど、最近はもう平均して結構3000回とかで、まあ、前までだったら5000回とかもね、去年一昨年ぐらいまではもう年に1回出るかどうかとか、っていう感じで、一番最初に5000回出た時もすごい覚えてるんですけど、もうそれぐらいの頻度でしか出なかったんですけど、最近は5000回以上とかね、1万回以上っていうのが月に何回かぐらい出るようになってきてるかなと思うんでね、少しずつ変わってきてるなと思います。まあ、僕もね、細かい内容とかより丁寧に伝えれるようにね、そういうところは工夫しながら継続はしてるんですけど、まあ、特に大きな何かを変えたっていうところはあまりないんですよね。なのでそういうのをね、やっぱり踏まえてみると、まあ、ほぼ同じ内容でね、まあ、細かいところは試行錯誤しながら、継続をしてきて、今までにおそらく長編の動画ももうすぐ450とかね、500ぐらい出してるかなと思うんですけど、やっぱり継続することってすごい大事なんだなと思いました。なのでね、英語も同じような感じだと思うので、ぜひ皆さんもね、何か英語あんまり結果出ないなとかって感じられてる方も、継続してるときっといいことがあると思うんでね、そんな感じで頑張ってもらえたらと思います。はい、そしたらね、今日も英語の話に移っていきたいなと思うんですけど、じゃあ今日は何の話をするかというと、アルバイトをする、パートをするっていうところについてお話をしていきたいと思います。皆さんもね、アルバイトをするとか、パートをするっていう言い方をね、なんとなく英語でも知ってる方いると思うんですけど、じゃあ実際それ文章でどう使うのかっていうのはね、知らない方も意外といたりすると思います。なのでね、今日はそこについて細かく説明をしていこうと思います。じゃあ、アルバイトもパートをするっていうのもね、両方とも同じ表現を使って表すことができるんですけど、まず大事なのがこちらになります。part time。これで、パートタイムのとか、非常勤のとかっていう形容詞、もしくは、非常勤で、パートタイムでっていう副詞として使うことができるんですね。先ほどお伝えした通り、アルバイト、パートのどちらでも使うことができるので、まずはこちらのフレーズを覚えてもらえたらと思います。で、今回はね、この形容詞と副詞の違いっていうのもね、文章中で説明していこうと思うので、そういうところもね、注意しながら勉強してもらえたらと思います。じゃあね、発音も見ていこうと思うんですけど、まずこのね、part time ですね。これ part のね、この t の音っていうのがね、これ破裂音になるんで、次に母音が来ないときは音が消えます。なので、part time っていう感じで分けるんじゃなくて、part time。こんな感じになりますね。で、この par の部分に関してはね、口を大きく開けながら、母音の音をね、しっかり r と発音するようにしましょう。イメージとしては、a から r の音に変わっていくイメージで、下を引きますね。par、par。こんな感じになります。なのでね、part time っていう感じで覚えてもらえたらと思います。はい、そしたらね、今回もこの part time を使った表現をたくさん用意しているので、その中で文法と発音に意識しながら練習してもらえたらと思います。じゃあまず一つ目の例文が、学生の時カフェでバイトをしてた。学生の時カフェでバイトをしてた。こういう文章、振り返りをする時とかによく使いますよね。これではこんな感じで言うことができます。I worked part time at a cafe when I was a student. I worked part time at a cafe when I was a student.こんな感じになります。そしたらね、今回も文法から見ていこうと思うんですけど、まずはね、私は働いていたということなので、過去形を使って表します。なので、I worked ですね。で、その後に今回先ほど出てきた part time を置きます。で、今回の場合は副詞として使ってるんですね。なぜかというと、私はパートで働いてたとか、アルバイトで働いていたということなので、今回のこの part time っていうのは動詞を修飾してるんですね。副詞っていうのは名詞以外を修飾することができるので、今回の場合はアルバイトで働く。つまりね、今回副詞になります。で、その後は場所を表すので、at a cafe になります。で、その後ね、学生の頃ということなので、これもね、もう少し分解していくと、学生だった時、つまり when I was a student。この when を使うことによって、何々だった頃っていうのを表すことができますね。じゃあこれもね、発音も見ていこうと思うんですけど、まず最初のね、worked。これがね、まずめちゃめちゃややこしいと思います。この最後の D の音ね、これまあ音で言うと T の音に変わってるんですけど、T の音っていうのは破裂音になるんで、次に母音が続かないときは音が消えるっていうのを毎回説明してるんですけど、この K の音もね、そのまま今回消えることが多いです。もし難しい方は、そのまま I worked part time っていう感じで発音してもらってもいいんですけど、ネイティブの方は K と T を両方なくして、I worked part time って感じで聞こえることが多いです。
で、その後はね、アラキャフェなんですけど、これもアラの部分ですね。このアットの T は先ほど説明した通り、次に母音が来ないときは音が消えるんですけど、母音が来るときは音がリンキングするんですね。で、T は要注意なんですけど、リンキングするときにラ行に変わることが多いです。なので、これもアッチャって発音するよりも、アラ、アラっていう感じの音になります。なので、アラキャフェイですね。で、このキャフェインに関しても、これね、後ろにアクセントが来るんですね。で、最初の CA の部分はアート A の中間音なので、まあ、日本語で言うキャーに近い感じで OK です。キャフェイですね。で、後ろもね、フェだけじゃなくて、フェイっていう二重母音になるんで、アクセントを置いて、キャフェイっていう感じで発音してもらえたらと思います。で、次の、when I was a student なんですけど、この when I ですね。N のシーンで終わって母音で始まるときは、音がリンキングして、when I。で、次の was a もそうですね。S のね、まあ、濁ってる音なので、ずっていう音になるんですけど、次に母音が続いてるので、これも was a って分けるんじゃなくて、was a、when I was a になります。で、最後ね、student なんですけど、この t の音ですね。これ、中ではなく、アメリカ英語ではね、t ってね、低にちっちゃい u の音で聞こえることが多いです。なので、student、こんな感じになりますね。で、最後の t の音、また破裂音になるので、聞こえないことが多いですね。なので、もう一度通して発音してみると、I worked part-time at a cafe when I was a student. こんな感じになります。はい、そしたらね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、週に何日バイトしてる?週に何日バイトしてる?これもね、パートに置き換えても OK ですね。これ語ではこんな感じで言うことができます。How many days a week do you work part-time? How many days a week do you work part-time? こんな感じになります。じゃあこれもね、一つ見ていこうと思うんですけど、まず最初の部分がね、ちょっとややこしかったかもしれません。ここはね、まず How many days っていうと、どれだけの日にちとかね、どれだけ多くの日にちっていうのを表すことができるんですけど、その後に A week まで置いてしまうことによって、1週間の中でどれだけの日にちっていう塊を作ることができるんですね。なので、ちょっと複雑に見えるかもしれないんですけど、言ってることは、How many books do you have? とかと同じですね。そこが How many days a week に変わってるイメージになります。で、その後は、どれだけパートしてますか、どれだけバイトしてますかっていうのを表したいので、普段のことを聞くので、一般動詞の現在形を使います。なので、do you work? で、その後ね、また先ほどと同じ通り、パートをしてますかってことなので、part-time。ここでも副詞の形になりますね。なぜかというと、バイトで働くとか、パートで働くっていう、今回のバイトでとかパートでっていうのは、前にあるね、work を修飾してるんですね。なので、動詞を修飾してるので、今回も副詞の働きになります。じゃあ、このね、発音を見ていこうと思うんですけど、まず、how many days? ここに関してはね、そんなに難しくないかなと思います。で、今回も特徴の一つがね、how many days are? ね、このね、また母音が続いてるんですよね。なので、S の音、まあ、濁ってるんですけど、そこと、まあ、次の母音がくっついて、days are? っていう感じでくっつけると綺麗に聞こえます。how many days a week? こんな感じですね。で、その後の、do you work?で、ここのね、work の K、またこれも破裂音になるんで、次に母音が来ないときは音が消えることが多いです。なので、発音してもいいんですけど、do you work part-time? っていう感じで、K の音消えることが多いんですね。で、最初の how many days a week のね、K の音、これもね、先ほどお伝えが漏れたんですけど、ここもね、なくなることも多いです。ただこの week とか work をね、止めるときって、完全に we, were ってなくなるんじゃなくて、K の音出す前に空気を止めて終わるイメージなんですね。なので、どんな感じかっていうと、how many days a week って感じで、このクっていうね、まあ、音は出なくてもいいんですけど、そこの止める感じで、how many days a week こんな感じになったりします。なので、もう一度通して発音してみると、how many days a week do you work part-time? こんな感じになります。はい、そしたらね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、バイトを探してるんだ、バイトを探してるんだ、こちらも先ほど同様で、パートを探してるんだっていう文章でも OK ですね。これではこんな感じで言うことができます。I'm looking for a part-time job. I'm looking for a part-time job. こんな感じになります。じゃあこれもね、一つ見ていこうと思うんですけど、今回はシンプルな文章だったと思います。まずね、私は何々を探してるっていうことなので、何々を探すっていうのは、look for を使って表すことができます。で、今まさにね、調べてるところだ、探してるところだっていうことなので、現在進行形を使います。なので、I'm looking for ですね。で、その後に何を探してるかっていうと、バイトを探してる、パートを探してるっていうことなので、a part-time job になりますね。で、今回の場合は、この part-time っていうのは何にかかってるかっていうと、アルバイトの仕事とか非常勤の仕事っていう感じで名詞にかかってるんですよね。なので、名詞にかかるっていうことは、これ形容詞になります。
形容詞っていうのは名詞を修飾、説明することができるんですね。こんな感じでね、品詞の違いも意識するとね、会話の中で組み立てがしやすくなるのでね、ぜひ皆さんも取り入れてもらえたらと思います。じゃあね、これも発音を見ていこうと思うんですけど、まずね、I'm looking for ですね。これもね、looking の G の音。ここはね、破裂音になるんで、基本的には音がなくなります。なので、I'm looking for こんな感じですね。で、この I'm looking for のね、現在進行形の時によく I'm の M の音もなくされる方が多いんですけど、ここはしっかり発音して、I'm looking for と発音してもらえたらと思います。でこの for に関してはね、F の音なので、下唇の粘膜あたりを上の歯で押さえて、for のような感じで発音します。で、今回ね、R の後にあが続いているので、for っていう感じでくっつけてもいいですね。ただこれね、単純にリンキングして、日本語のラーにならないように注意してください。ラーになると、どっちかというと L の音になるので、下は上顎に当たらないイメージですね。そんな感じで、for って感じで発音してもらえたらと思います。で、最後はね、part-time job なんですけど、このね、job も注意が必要です。これ母音の音っていうのが、アーとオーの中間音で、アに近いイメージ。job こんな感じになるんですけど、B の音もね、これまた破裂音なんですよね。次に母音が来ない時は音が消えて、これも日本語みたいに、job っていう感じで、この部の音が聞こえないことが多いんですね。もし発音するとしても、かなり弱く発音します。なので、子音の音だけ出すイメージ。job こんな感じですね。なので、それも意識してもう一度発音してみると、I'm looking for a part-time job。こんな感じになります。はい、そしたら今日はこんな感じで、バイトをするとか、パートをするっていう時の part-time について説明させてもらいました。今回はね、形容詞とか品詞の違いについても説明したので、そういうところもね、意識しながら勉強してもらえたらと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. Have a good one and see you later.